お疲れ様です。今日ですね、こちらニューアイン、キョロイライトをやっていきたいと思います。はい、キョロイのライトニングですね。まあ、なんかキョロイといえばファイボとかね、クエイクのねイメージが強いと思うんですけども、なんか前シーズンの終了間際からね、はい、マルチ上位ではみんなライトニングで使ってましたっていうので、今日ライトでやっていきます。で、まあ今期ねエレジャイが強いだとか、まあいろいろあるんですけども、まあそういうね流行りとか新環境の強いやつにも強い、結局キョスケロイジャイゲーかなということでさ、こちらやっていきましょうか。で、今ね巨大スケルトンレイチチャレンジみたいなの来てると思うんですけども、あれでね、なんと僕が考えたデッキがね、なんか世界1位の勝率になったらしいです。はい、あざます。みんながね使ってくれたおかげで、謎に一番いいデッキに選ばれてるっぽいので、今んとこね、はい、皆さんありがとうございますということでね、なんかマジで普通に嬉しい自分の考えたデッキがね、そう、勝率1位とかになるとさすがに嬉しいですよね。ただの骨デッキなんですけどね、はい、マジで、まあ、使ってくださりありがとうございますということで、まだ使ってないというか、まだねチャレンジやってないよって方とかねいましたら、ぜひ、まあ、僕の動画か、なんか YouTube の投稿機能みたいなのにもね、画像ツイートしてますんで、ぜひね参考にしてみてください。お願いします、よろしく。はい、ってことで、なんか前にね、なんか焼き鳥かな、はい、焼きちゃんがあれですよ、鳥、人間の方の焼き鳥です。はい、クララ YouTuber のが一時世界一位みたいな選ばれてましたね、なってましたね、デッキ層作って、そうチャレンジで。なんで意外とね、日本人はデッキをこう作るのがうまいのかもしれないねわかんないけど、そう、ヤキちゃんも前になってて、今回は僕もねなりました。あざす、よいしょ、マザネクムート、これは何のデッキや、マザネクムート、おりワンチャネかな、高回転ロイホグ、あ、てか今ロイホグ出たわ、マジで記憶っていうか、マジでやばいね5秒ぐらい前のことが、ロイホグです。はい、オリとムートのロイホグです。いや、まあこれはな、行ってみるか、一旦行ってみるけど、渋いかもしんねえな。あー、まあまあ言うて頑張ってくれ。これあれだね、なんかメガゴなのがちょっとレア、メガゴが何だったんだっけ、コウモリかなんか、なんかで一時すごい流行ってたやつね、ムートマザネクロイホグ、なんか俺もよく使ってたイメージがある。さあ、まあ今回相手のゴボウリとかに対してめちゃくちゃこのライトが優秀っすね。そう、なんかファイボクエイクライト、まあ今3つあるとして、呪文、まあファイボはまあ使いやすい、ファイボは使いやすくて、まあ施設に弱いんですよね、ファイボだと。けどユニット系ゴレとかラバとかにはすごい強い。クエイクは逆で施設には強いんだけどね、ユニットにすごい弱いんですよね。ゴレとか、まあ、ラバとかの形組んでくる相手にすごい弱いからってなって、ライトニングだときね、全てに頑張れば戦えるっていう、それがちょっと強みかな。施設にも勝てるし、ユニットにもまあ頑張れるっていう、まあ、逆に小物系のねチマチマしてるのに弱くなるっていうのはあるんですけど。さあ、ヒースピすごい嫌だな。え、めちゃくちゃ今のは LSP 上手くない？さあ、ここは相手のシャシャリファイブです。これ相手のこのファイブしちゃってますよ。僕が頑張って守ってコストを貯めたんだ。あ、キョスケがガン無視してる。うん、いや、これ爆破で飛ぶかな。いや、飛ばねえな。いや、今のはライティング打つべきでしょ、誰がどう見ても一旦落ち着こうか。いや、エリアだ取ってんだよこれ。いや、さすがにそろそろ呪文削りもちょっと考えていっちゃうって、早すぎ。いやー、相手も呪文削り考えてきましたね。美味しい。そうしてくれると、俺の方が有利になれるんちゃう？ここでブー来ても、余裕でね、しばけるので。さあ、ウッドで削りながらの、さすがにこれ、生き得でしょ。行って、檻が来て、この辺か？全部飛んで、はい、ほい、どこしょーどこしょー、みんなで踊って、どこしょー、オッケー。ライトニングぶっ刺さりでしたね。
これ暑いな。ごぼうりなんか今季増えてますね。まあなんかエリジェが増えたっていうのが多分あるんでしょうね。なんかエリジェに対してまあ墓石は墓石で優秀なんですけど、誘導にはね、誘導した後がねやっぱこうエリジェ溶かせないので、まあそういった部分も考えて今ねごぼうりがすごい増えてるんですよ。ごぼうりがで、ごぼうりはねクエイクとかファイボとかねやっぱ強いんですけどね、結局ライトニングにだけ弱いっていう、まあ、だからこその、まあ、ライトはね影で流行ってるぐらいなんで、もうぶっ刺せればそう檻をねしばけますね。環境意識して墓石が檻になったところを巨ロイのライトで潰していきましょう。さあ迫撃やり5分。いやこれだからガガムネとかいると一番嫌なんですよね。うん、まあこれ多分確定、あーいいギャングだ、いいギャングです。いやいい延命だっていうかめっちゃ延命してくんね。これガゴムネ来るともう俺泣いちゃいたいな。さあ引っ張って耐えます。まあ迫撃に関してはね一番クエイクが勝ちやすいんでね、まあまあもう気合ですよ。粘ってキョスケハンターの組みつつロイぶっ刺すか、まあロイはもうぶっ刺さないか。うん、まあとりあえず耐えなきゃ始まんないっすね。さあ相手も防衛ディガー、いやあれライト打ったらどうなんだろうね。まあ無理せず行くか。うん、まあこれキョスケのバカでさすがに行かれると思うんで、あれあれ残らんでしょ。いや残んのかな、ミリどうなんだ、ガチで際どいな。いや残るんかい、それ嫌ですね。まあまあ耐えです。結局ねロイジャイって迫撃に対して無理に攻めても突破できないんですよ。うん、迫撃ガチで強えかんな。まあ無理せず行こうぜ、無理せず控えめにね。相手もなんかめちゃくちゃ控えめだね。まあいいんだけどねさあ一旦巨半で形組んじゃおう。よいしょ、いやー5打ってくれるのありがたいね。どうしようかな、さすがにリクスあるんでちょっとだけね。うん、ガゴムレあると思うんだけどな。さあ来ましたね、あると思ってました。このガゴムレがマジでね結構苦しいんですよね。まあでもここはね生き得な気がするけど、行っても突破できないかな。一発、いやーこれでも頑張ってる方ですね。まあ、まだまだまだ粘り粘りです。いやこれ逆が入ってんな、すげえ危ねえ危ねえよきついきついよ、きついんだよ。あでもこれは壊せる。うわぁ来るか、うわぁやばい、全てが解ける。いやこういうロイジェはねやっぱ通らないです、良くないですわ。さあしっかり後ろからまあ巨半なんかで形を組んでね行かなきゃね。男の巨用行くしかねえな、これも形組んでバチコリか。痛いよ、いやいいダメージ、いいダメージ、流れは来てる。
にゃー、いやーこれはきついんですよ。薄力とかにはね、やっぱクエイクが一番ね勝ちやすいので、まあ初の死なかなかね突破が底辺だ。さあよろしく。まあ基本はねもう一緒ですよ。ほんとキョスケハンターとか、まあ、キョロイで組んでライトぶちかます。ライトニングはやっぱねコストが高いので、できるだけ後ろからねこう組んでいかないとね、ライト打つコストもないし、打ったとて他のユニットでカバーされちゃうんでね。さあミート&ミート、どんな名前のクランやねん。さあどうしようかな。まあ、一旦キョスケ出す。キョスケマジで出し毒はちょっと言い過ぎかもだけど、相手によっては腐っちゃうんですけどね。さあまあ回して金ギドされたらされたかな。さあスケギン来たっすね。まあスケギンってことはまあロイかドリルかハンター珍しい。あれ引っこ抜くか。ピコーン、引っこ抜き侍。あれ同じようなデッキ来た。なんだこれ。このまま、いやキョスケの爆破で、いやつい。これさ俺の予想が正しければ受けがないとか思ったらすごい。もう一回来た。痛いこれあれだね、キョスケスパーキースケキンエリジャイみたいなやつじゃないの。スパーキーかエリジャイのどっちかがあるっすね。いやもしかしたら両方あるかもしんないの。ゴブリンバレル入りみたいな、いやなんかすごいカオスなデッキですよね。いやーいましたね。はい、これは何から合わせるのが正解なんですかね。端前エリジャイとか来ると結構嫌になってくるっすよね僕からしたら。まあ、キョスケの爆破は結局強いんでね。キョスケ頼りしながら。うわお、すごい。オシャンティーな受けだな。よいしょ。トルネードの使い方がプロ。トルネードがすんごい。うわぁ、やっぱエレジェいましたね。やっぱいたわ。予想でこれウッドで回せばよかったな。いやーこれ攻めゾーンか。これでもロイでちょっと攻めたいよね今。ザッピーがミリ残る、熱い。あのザッピーが、はい、これやばいな。あでも思ったよりか。よいしょ。相手のトルネードすごいですね。もうこのトルネードを極めてる。まあでも守ればなんとかなりそうではあるけどな。もう一枚ぐらいかコスト避けよ。これハンターが来るな。これはこれでハンターのコストが熱い。ちょあの気をつけ、やめて。いやめっちゃ引っ張ってんじゃん。さあこれは勝ったんじゃない。ライトニング系のオーケー。さあ気をつけが強い、エレジェが強い、気をつけエレジェ。スパーキーもね今ちょっと来てますから、すごいデッキでしたね今。まあぶっちゃけね、キョスケもエリジャイも強いんでね、最近カードパワーがもう本当に壊れてるどころではないので、カードそれぞれがね、まあそのカードあれば別に周りなんでもいいよねっちゅう。キョスケいればホグでもゴレでもロイジャイでもなんでもスクラでもみたいな、中身なんでもいいよっていうのがまあ最近の環境なんでね。やべ、脳死筋起動しました。まあでも、まあ、ロイなんで許せます。ミニペ
ミニペ、アッチャクイ、エリポンクロース。いやこれ打ちてえな、打っちゃおうかな。でエリポントゥン、これなんだ。あでもデリバリー、デリバリー、え、デリバリーに入ってるとクロスっぽいけど、もしかしたらエリポンが入ってないかな。そしたらいやわかんないな。まあでもキョウスケのパワーでなんとかなりそうだけど、クロスっぽいクロス、すごいなんかの読みが来た。めちゃくちゃ速いミニペッカでしたね。あでもこれが全部デリバリーでいかれるんですよね。そうで、まあ多分ウッドもありそうですよね。強いで、ミニペッカか。おーなるほど、これロケットはあんのかな、どうだろうな。エリポンかロケットかどっちかだと思うんですけども、まあどうだろうね。ロケなさやらんのか。まあ一旦ウッドで削っていこう。アナチョクがライト打ちたいけどね、打った瞬間大ピンチ。あらウッド使ってくれると、うん、危ないです。 LSP 緊急カバー、あーこれやばいわ。ロイが通んないですね単純に。あれ？ロイは通んないけど、キョスケは通るの？ちょっと待って待って待って。なんでキョスケ入ったん？これマジで熱いわ。でかい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 。これキョスケが、絶対通んないんですよ、僕。キョスケじゃねえわ。ロイジャイが。だって、大砲デリバリーミニペッカよ。ロイジャイにね、恨みがあるとしか思えないぐらいの、鉄壁なんですよ。なんでもうこれは呪文で逃げます。いやロケ削りだけやーっすねーって思いながら、あロケはないこと祈りながらワンチャン取れない剥がし、うん、さあさあさあ一個抜くよーん言うて、これサイド逆の方が良かったかもね。そっちじゃないねん君。うん、これ大砲絶対無理なんですよ。大砲ガチきついから、ウッドで削るんだけど、ウッドの呪文がねちょっとダメージ落ちたかんな。これ相手さないのかな。 あるっすよね、そりゃそうだよな。まあ、ね、ここで焦ってライトニング削りが負け筋なんで、一回形を組んで祈ろうぜ。早かったか。ここちょっとピンチです。回します、耐えの呼吸。おい OK、 耐えたら何とでもなるからな。デリバリー、キョスケの圧、よい。これ諦めたか、ミスター。オーケー、いい、ナイス。まあ、ライトニングだとね、相手の圧着位処理とか、まあ、ファイボーよりは施設突破しやすいからこそのナイス勝利。熱い。さまん、エリポンじゃねえわ。さま、ライトニングはね、攻めでも使えるし、ちょっと怖かったらね、防衛で使ってもいいので、さあ、スケブでタワーレベル13ってことはゴレクロ。偏見です。ラバクロです。いや、なんかそんなイメージがあるんだけど、どうだろうな。いや、ゴレだ。はい、ゴレでした。ゴレのヤナメザップ。あん。スターキでした。まあ。来るなぁ。そんな来んのか。いやこっち延命してあげればよかったな。
いやもったいない。これ虚数系ハンターでさ残してあげたらもうフルカウンターゲーミングだったんですよ。これ何がいるだろうな。俺の予想はミニペッカ、ヤスケブが、おい、ヤザップ、ヤザップミニペジャイスパミラーのやつかな。あ、でもコウモリいたな。コウモリもいいのかな。なんかヤザップミラーのジャイスパもいるんですよね。ちょっと特殊な。そう。でもスケブとかをね、絶対突破できるっていう。ふふ。やなめでいい。まず読みやなめ。読み外してももう一回ザップ。もう一回なんかコウモリ来てもザップっていう。いや、気をつけてくださいと、逆サイジャイミニペが、ぴょぴょんとかね、よくあるんでね、怖いよなーって思いながら。怖えー、怖えよ、誰か助けてよ俺を怖すぎる。ガゴムレいたわ、しっかりガゴムレいた。引っ張りてえな、わー、それめんどくさいな。何も来なくてよかった。いや、ミニペ強っ全員ボコされたんだけど。いや、これどうやって勝つ。脳死いく、これ。これ言ってさ、なんとかなんねやな。いや、めっちゃ冷静な立ち回りしてるやついる。硬いね。あ、うまっ。いや、うまっ。いや、これいける。ハンターで勝てる。ハンター熱い。え、ハンター今600ぐらいタワー削ったやん。あぶねー、まあ、これは耐えたんでね。頑張って耐えたからだよ。ナイス耐え。さあ、ということで今日キョロイライトですね。まあ、ライトニング結構強い。ほんで使いやすいか分かんないけどね。刺さればめちゃくちゃ気持ちいいし、強いので、まあ、ぜひね、こちらやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。